カンブリア爆発、約5億4100万年前から現在までの時代を原生代と言います。地層から動物化石が豊富に産出するようになったため、それ以前と比較すると、地球環境や生物活動について得られる知見が劇的に増えました。化石が豊富に産出するようになった理由、それは生物が有機物の軟組織に加えて、殻や骨、歯など硬骨格を獲得したからです。これらは主に炭酸塩、リン酸塩、シリカなどの鉱物からなります。これを生体鉱物形成作用、あるいはバイオミネラリゼーションと言います。有機物は腐敗して分解されやすいのですが、鉱物はずっと保存されやすいため、地層からたくさんの化石が産出するようになったのです。原生代は古生代、約5億4100万から2億5190万年前、中生代、約2億5190万から6600万年前、新生代、約6600万年前から現在と分かれていますが、古生代の初め、カンブリア紀初期の地層からは、微小硬骨格化石群という1ミリメートルに満たない化石、生物の体の一部が発見されます。原生代はまさにこの微小硬骨格化石群の出現をもって始まるのです。そしてカンブリア紀中期になると動物の爆発的な多様化を示す化石群が産出します。1909年、古生物学者のチャールズ・ウォルコット博士はカナディアンロッキー山脈のバージェス山でバージェス動物群と呼ばれる海生動物の化石群を発見しました。カンブリア紀中期の約5億500万年前のバージェス血岩、薄く層状に割れやすい泥岩から多種多様な動物化石が大量に見つかったのです。動物界は体の基本構造、ボディープランをもとに海面動物門、四方動物門、腕足動物門、軟体動物門、関係動物門、脊索動物門、節足動物門などに分類されていますが、現在見られるほとんどのすべての門がこの時出現したように見えるのです。この動物の爆発的な多様化をカンブリア爆発と言います。エビのような姿で体長が最大2メートルにも及んだアノマロカリス、古生代末に絶滅するまで大繁栄した三葉虫、5つの目を持つオパビニア、トゲがたくさん並んでいるように見えるハルキゲニア、ナメクジのような形をしたビカイアなど不思議な姿をした動物種がたくさん見つかっています。その後、バージェス動物群とほぼ同時代の動物化石である中国のチェンジャン動物群、約5億2500万から約5億2000万年前、グリーンランドのシリウスパセット動物群、約5億1800万から約5億500万年前などが発見され、これらの動物は当時の地球上に広く分布していたらしいことが明らかになりました。カンブリア爆発の起源について、これまで様々な議論がなされてきました。とりわけ、捕食者の出現が淘汰圧となり、多様化が即されたとする説や、地球上に初めて出現した
目を持つ動物が捕食・被食関係で有利になったことから、淘汰圧が働いて多様化を促したという説、光スイッチ説などが知られています。最近では遺伝子レベルの多様化はカンブリア紀よりずっと以前に生じていたという推定結果も報告されています。カンブリア爆発は動物の化石記録の多様化というべきものなのかもしれません。補足。その後の分子遺伝学の進歩から遺伝子の爆発的多様化はカンブリア爆発のおよそ3億年前に起こっていることが分かり、カンブリア初期に短期間に大進化が起こったわけではないとの考え方が主流となった。すなわちカンブリア爆発は化石記録の爆発的多様化であり、必ずしも進化的な爆発を意味しない。よろしければチャンネル登録と高評価をいただけると励みになります。以上、4代目ケンケンでした。